おう、いいところに。ちょっと話があるんだが。せっかく彼が君のために着飾ってくるって言うんだ。期待して待たないとね。 おっと、見つかっちまったか。突然現れて大層を驚かせてやろうと思ったんだがな。ははは。主を転じるのは刀の定め。だがまあ、ここには長居できるかな。さて、君は俺に、今後どんな驚きを与えてくれるのかな <laughs> 残念だったな。 そっちは身代わり。俺はこっちさ驚きの秘訣は緩急だ。わかるか君が予想する、その上を目指すとするか。隊長じゃないからと言って、何もしないとは思ってないよな。ははは。京天同地の活躍を戦場にもたらそうか。遅れを取るなよ。 さて準備はできてるか敵さんを精一杯驚かせてやろうぜ。さあ大舞台の始まりだ <noise> 残念こっちなんだよな。<noise> 残念こっちなんだよな。 驚いたかい当然だと思ってたなら、それはそれで嬉しいがな。お、いいねえ。こういう小さな驚きもおつなもんだ。バレバレの本陣で待ち構えてるんだ。こっちが何か用意しないと失礼だな。っ <laughs>。驚かせてもらった。 そろそろこっちの番かな紅白に染まった俺を見たんだ。メイドの見上げには十分だろ。そうそう、その顔。それが見たかったんだよなわざわざこのままにしておくなんて、何か仕込みでもあるのかキスが <laughs> ああ、冗談だって。こういう驚かせ方は、<laughs> よくねえな。 せっかくだから何か仕込んでこようかな。へ <laughs> 悪いね。これじゃ悪い方の驚きしか提供できそうもないんだな。さて、手入れ部屋が空いたようだぜ。見慣れたを通り越して見飽きる前に模様替えだな。桜は驚きに欠けるが、ま、 いいよな担当が終わったようだぜ新入りをどう驚かせてやろうかな変な仕組みはしてねえよ <laughs> 信用してないなん すまんねえ失敗だいや失敗して驚かせるってのはなこりゃいいな手紙が届いてるぜなんか面白いことでも書いてるか 贈り物は、意外性だけでも無難さだけでもいけないぜ。戦道具に驚きが必要かどうかは悩むな。装備の見た目で驚かせるというのはありか。ま、装備は信頼できることが第一だな。驚きはその次か。戦場に驚きを届けるためにも、今日は頼むぜ。 ありがたいが、これが必要にならないようにするさ。<laughs> いつ帰ってくるかは、内緒にしておこうか。帰ったぜ。なんだ、ずっと待っていたのか帰ってきたな。どう驚かせてやろうかな。毎日変わり映えのない任務だとしても、放置しちゃいけないぜ。 <laughs> 相手も名犬ばかりだなワクワクしっぱなしだぜ上から失礼着心地がいいんだよなこれ畑仕事だけじゃもったいない 弟が多いと食べる量も気になる白地に付け合いならともかく泥はねは様にならねえな弟たちを飢えさせるわけにはいかんからなこれは緩急をつけて驚きを増す前振りと考えればいいのか 就任してから一年間、いろいろ驚きがあったろうもちろん、これからもきっと、新鮮な驚きが待ってるぜ。参ったなあ。就任二周年の主には、大抵俺のネタが割れている。これはこれで驚きだぜ。 就任三周年、おめでとう。思うんだが、今から驚かせると予想されてる時にやるのは、驚きがないよな。うっあははは。一 <laughs> <laughs> 年越しの仕込みの驚きはどうだったこういうことができるのも、主が長くここにいてくれるからだな。 就任4周年、おめでとう。くっ、就任5周年を祝うための応じかけが思いつかねえ。と見せかけて。うあっはははこれでどうだ <laughs> いない間 俺は死んでたよ。何一つ変わらないんじゃ、死んでるのと同じだろ鎌倉まで行って、己のありようを見つめ直してきた、鶴丸国ながら。もうしばらくは主を転々とすることもないだろうし、その点は平穏無事な日々が続くだろうな。その分、今の主には、たくさん驚きを与えてやるつもりさ。